演舞開演。どうも、本日はこちら、またまた市川の麦茶の今回はティーパックを飲みたいと思います。で、このティーパック、親切な人にこれまでよくわからなかった麦茶という名前の由来や意味を伝えてくれる、まあ、今までのも探せばあったのかもしれませんけど、では早速開始します。ティーパックやっぱね、心の心配がないのがいいですね。中に味わいますので、ちょっと飲みたいと思います。こっちの方がいいかもしれませんね。ちょっと一人につきながら甘いものでも食べたい気分です。まあ、だから食べてますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。